はい、皆さんどうも、こんばんは。現在の時刻3時55分です。日付はね、10月12日土曜日です。今日はね、ブリトニーという多肉植物の種をね、インターネットのオークションでゲットしましたので、開封していきたいと思います。今日はね、開けるだけです。でちなみに、落札して、販売者の方にね、聞いたんですけども、粉みたいにね、とても、種が小さいそうなので、飛ばないように注意してくださいと言われました。というわけでね、こちらが実際に入ってたものなんで、開封していこうと思います。まずね、このプチプチを取らなきゃいけないんだよね。プチプチの袋から開けると、あとジップロックのちっちゃいのみたいなのが出てきますね。で、ダドレアブリトニー鮮魚、はい、鮮魚杯、ちょっとわかんないですけど、ちゃんとね、品種まで書いてくださってます。で、ちょっとここに黒い粒見えるけど、まさかこれが種なのかな。ちょっとちっちゃいとは聞いたんですけど、思った以上に小さくないですか、これ。やばいですね。これが芽出るのかっていうレベル。まあ、とりあえずね、ちょっと息吹きかけないように気をつけながら開けましょう。というわけで、開けていきます。これはスマホに映るのかな？薬包紙に包んであるって言われたんですよ。薬の粉薬飲むやつね。いやー、これ小さい。はい、こちらね、品種名書いてくれていますね。ありがとうございます。で、ここの中にね、20粒入ってますけど、もうこの小ささはやばいでしょう。見えますかね、この小ささ。これはもうほこり、なので、ちょっとね、カメラもう少し接近してみましょう。はい、というわけでね、もうちょっとカメラ近づけてみましたけれども、この黒い粒がどうやら種ですね。もうこれはね、ゴマとかと比較するレベルでもないですね。のみとかでもなくね、ダニでもない。もうね、なんだろう、これはやっぱりダニかな。ダニの3分の1ぐらいの小ささですね。で、裏に、セロハンテープが貼ってあるんで、ちょっと開けていきましょう。怖いな、これ。息だけじゃなくて、もう、ここの下にこぶれたらおしまいや。セロハンテープにね、くっついてももう終わりだと思うんでね、これも一応剥がしていきましょう。はい。これにね、ついたらもう種まけないですからね。これもね、危ないから、ちょっと処分しておきましょう。はい、それではね、ちょっと開けていこうかと思いますけれども、うわぁ、小さい。はい。はい。はい。これ、見えますかね、これ。これ見えます？こんな種、今まで人生で見たことないよ。もう今なんだったら紙開けた時に1個ぐらい飛んでてもおかしくないっていうぐらい小さい。これ、この小ささですよ、皆さん。でもね、今まで私多肉植物あんまり興味ないってずっと言ってたじゃないですか。なんでね、この多肉植物買ったかっていうと、葉っぱがすごい美しかったんですよ。本当は開墾植物の種をまた買おうかなと思ってたんですけど、これをね、見た時に葉っぱが銀色っていうか白っぽくて、すごい美しかったんで、値段もね、粒が少ないんでお手頃だったんで、即決で購入しちゃったんですよね。でもね、発芽してからはね、結構狂犬っていうか
割と育てやすい品種ではあるみたいですけど、種がこんなに小さいのは見たことがないっていうか、もう目視ではこれから芽が出るとはちょっと考えられない。で、しかも、これ、大型に育つらしいんですよ。種が非常に小さくて、これが大きさになるって、コスパすごくないですか？いやー、もうやばいですね。とりあえず、もうこれ20粒あるかどうかちょっと確認するのも危ないんで、もうすぐ元に戻そうと思いますけど、ちょっととりあえず目で見える範囲で、もうカメラには映らないと思うんで、私がもう目で確認しますけど、この右に寄ってるのがここ、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。なんか23個ぐらいあるような気がする。でもちょっとわかんない、余分入れてくれてるかもしれないけど、ちょっとわからない。もうここもね、この下にさ種入ったらもうゴミかわかんなくから、下手に数えてねピーンって飛んだらもうアウトだから、このまましまいます、今日は。はい、というわけで、今日はね、このブリトニーっていう多肉植物をこれから栽培していくのにあたって種をね購入しましたという開封動画でした。ご視聴ありがとうございます。もう午前ね4時回っちゃいました。これからねまた台風来るんで、皆さんね、休みの日潰れちゃって残念ですけどね、とにかく身の安全が一番ですから、気をつけて、休みを過ごしてください。ではおやすみなさい。